まるでフリルのような愛らしい姿と色とりどりの豊富なバリエーション、可憐に咲き誇るカーネーションに込められた物語が今始まります。うちは代々農家で、父の代からカーネーション栽培したんですけども、雲仙市瑞穂町でカーネーションを栽培している浜塚剛さん、およそ2000坪のハウスで80万本32品種を育てています。私、伊佐屋農業高校入学して、農業高校だったけども馬術部に入ってました。3年間馬と過ごし、大学もこのまま馬術部のあるところへと思っていましたが、大学で、ね、馬を乗るっていうことはやはり海外遠征も当然その当時ありましたので、非常にお金がかかるっていうのがやっぱりあったので諦めたっていうのもあります。カーネーションで父が私を育ててくれた、そういう思いがやっぱりあったので、農業の勉強をしようと思って馬を一つそこで締めました。家業のために生きようと決めた浜塚さん、農林水産省直轄の農業者大学校へ進学し、22歳で就農。県のカーネーション品評会で8年連続賞を取り、平成31年に栽培した品種オアシは全国の品評会で農林水産大臣賞を受賞、その名を全国に轟かせました。つぼみが大きいってことは花もやっぱり大きく咲きます。花びらがしっかり充実して綺麗に咲いてくる、これがすごく自慢のポイントのカーネーションですね。いろんなことを挑戦してきました。その中でも IT 農業であって、やっぱりこの観測器を入れてリアルタイムで収集した時もありました。どうしてもそれはデータ取りのカーネーションにしかならない。植物の本当の姿をいかに私たち作り手が読み取るか、これが一番カーネーションをよく作る原点だと私は思っています。常に進化し続け、市場を新しい彩りで飾る浜塚さんのカーネーション、今年も10種以上の新品種が全国の市場へと旅立っていきます。植物が綺麗に咲くリアクションしてくれたり、悪い意味では植物が枯れたり、このいろんな植物がしてくれる反応が私の原動力になって、よりいいカーネーションを作ろうと思う気持ちになってます。